梅雨が明けたばかりの暑い日です。ちょっと暑いですけども、ちょっと今日一日頑張ってください、はい、必ずここでね、こういう風に入った時に、あの一度してね、これ入ってきた時に我がここでこうやってて、このままの状態で行っちゃうと停止にならない、うん、だから必ず来たら一回ふーって止まる瞬間を作ってから、そういう感じの停止をですね、やんなきゃ。停止ってすげえなんか微妙なとこあるんで、パンって止まった瞬間に出ないといけない時があるんですよ。で、そういうタイミングでまずその停止しますよってずっと止まった瞬間から、それは自分でこう馬に乗ってんだから、自分であこの瞬間 OK っていうのが、だって見ててもいいよっていうか、もうこの時にちゃんと対応して、あんまりそこでこうさっと判断ができなくて、動きが出なくてくじらしちゃうと、また横上向いたりか結末しちゃったりするから、なんか悪くて、そういうことだけ気をつけて、できるだけ来た時の停止をしっかりと、ここらはとりあえずも停止しました。で、浮かしたっていうのが大事だから手前でこうに打っちゃうと馬のスピードが加味されちゃうから、斜めに飛んでっちゃうから、右の方向にこう流れてる、必ずそういう風なことである、馬がある程度スピードが乗ってくるので、だから必ずこう着いた瞬間に後ろに打つイメージでバーンとこうカッてやるといい感じです、うん、それがすごいポイントだから、うん、ゆっくりあんまり焦って必ず着く、早打ちになっちゃうから、うん、こういう感じ、ここに行きました、はい、すぐ矢を抜いて、まあ、この辺の長さにたっぷりあるから輪もそんなに速くないので、はい、まあ、そんなに焦ることはないんじゃないですか、はい、世界終わっちゃうと、うん、ささっとできちゃうから、うん、できちゃった後にそのまま開いちゃう人がいるんだ、うん、そっち行きましたらパッと開いちゃう人がいる、それだとそれやってると完全にあの間合いが速くなっちゃって待てなくなっちゃう、うん、だから必ず一回セッティングが終わったら、できたらもうちょっと時間があるなと思ってパッと上に上げる、うん、ちょっと上に上げてあげる、うん、だそれに合わせて開いて、開いた瞬間にこうワンクション、ワンツーくらい、ワンで打っちゃダメ、ダンで打っちゃうと流し打ちって言って、そのままその矢は当たるかもしれないけども外れる確率の方が大きい、だから必ず開いた瞬間に一回狙う、意識を持ってグッと狙って打つ、でこのところに線がありますけど、ここまでは駆け足、あ、途中で早足になっちゃうとちょっとダメよ、だからちょっと馬が軽いなと思って、これ早足になっちゃうなと思ったら、もう打った瞬間にバーンって飛ばす、バーンバーンってやって、そのちょっと前だ、それあの駆け足状態を維持して、でここがついちゃったらバランと早足になっても構わない、ここから先はトコトコトコと行って、向こうの、日本線が中に静止すると。停止は絶対できるからね、なんていうの、まずあの線を見てればその中に入りますから、それは全然問題ないと思う、ただ走っちゃって止められませんよってなっちゃうとちょっと問題ない、指示で足の方でこう馬に対して行け行け行けっていう指示を出しちゃって、まだ止まらない状態で通過しちゃう、例えば締めたり膝で押されたりふくらはぎでギューッと持ったりね、こう持ったり、そこでしなければ普通にするって止まる、そういう感じですね、じゃあそこまでが止まったらオッケーって言ったらそのまま出る感じとしては、そんな感じ、なかなか難しいですね。
人で休めってるじゃん。ああ、バリン、はいはい、あれは。マグレだ。